えいさい、腹マスコイ。早く、今助けに行くよ。はりゃひゅえーん。どうした、ナナシ君、ボードからいきなりどうした、噛んでるぞ、お前。そんなに勢いなかったのに、そんなに疲れてんのか。すでに手をかける習慣です。これは、マリアは、どうした、殴られたような音した。お、ああ、あ、なんて名前だった、ごめん。俺、人の名前を覚えるの苦手でね、秋高くんじゃ、秋高くん。明らかくん、思い出した今。背負い投げ、うわ、軽っ。面菓子かよ。一応止めることはできましたね。いえ、暴力的な止め方した。すごい、ズコッとか言うて、ね、後遺症残りそうな音したけど。大丈夫か、ありがとうございます。ん、何が、いえ、ハリアさんを止めていただいたので。ハリア、こいつのことか。俺はここで昼寝する代わりに怪しい奴がいたやら。ぶん投げといててくれて頼まれただけだぜ。ああ、そんなことを、え、そういう交換条件出されとったんじゃ。あれか、あれ、僕なんこんなところ、なんでこんなところに、ハリア君大丈夫、え、そういえば少し目が回って体が痛いような気もしますが。お前そんなで大丈夫なのか、もっと飯食え、食って鍛えとけ。はい、ああ、全部無事でよかった。これでもう花壇が荒れる心配はないだろうし。犯人見つかったんですか。そうなんだよ。あ、先ほど捕まり連行されましたよ。ハリアさんはその犯人に追われ気を失ってたんです。え、そうなんですか。というかここに至るまでの記憶がとかもほとんどないんですけど、うん、頭部に強い衝撃を受けたようですから、記憶が一部飛んでしまったのでしょう。秋高君のせいか、それは。そっか。うん。ご迷惑をおかけしました。俺なら、そこの赤い一人、秋高さんがあなたを助けてくれたんですよ。すごい頭突きだったな。頭突きなんかな。背負い投げか。ん。そうなんですね。ありがとうございました。よくわかんねえんだけど、これでいいのか。どういたしまして。これにて一件落着ですの。秋高さんのそのマスク、ラリックマ君のマスクですよね。知ってるのか、ラリックマ君。クマ要素なんもないな。てか血が出とるあたり、ラリックマ君人食ってるねこれ。そんなグッズよく売れるよな。え、何知ってんの。世界の人類半割を食したという設定の殺人クマ、狂気的な性格と裏腹にキュートなボディ。ダメだろそれ、人類半分食ったってダメだろお前、そんな商品発売しちゃうお前。ジャパニーズを生み出すキャラクターはとてもクレイジーで決まってるですね。そこにメロメロですな。みふみちゃん、ちょっとそういうグロい系結構得意なタイプ君。人類半分はやりすぎじゃないの、クマの方も。メロ好きだな。まあ一回出せって言わしけるよな、ゲーセンで撮ってさ、風邪予防にいいじゃんって思って、風邪予防でつけてんのかこれ。ファッションとかじゃなくて。普通のマスクでもよかったんじゃ。風邪対策でそんなデザインのマスクをつけて、堂々と歩けて、俺すごく尊敬するよ。お、そっか、ありがとうな。褒めてるんじゃないような気がするけどな。僕、助けてもらった俺に何かしたいのですが、皆さんにご迷惑をおかけして申し訳なくて。ナナシさん、あ、そうだ、なら友達になってよ。友達？それでいいんですか？うん、むしろそれ一択だよ。やったー、ハリア君の友達。おお、そうだ、年下の友達もできちゃったな、ナナシ君。はい、どうぞ。ありがとう、今俺もとても嬉しいよ。あは、僕も嬉しいです。ああ、しゃべよる。いや、こちらこそ。ああ、同年代が3人と、年上が1人の状態だったもんな。あ、年上が1人で、あとお兄さんか。というわけで、年下の友達が初めてできたってことですな。ああ、マジか。あ、たかくんもどうかな？俺？そうそう。めんどくさいからパス。
めんどくさがらないだ。友達になるのめんどくさがらないだ。いや、ピック結局見つかってねえし、何か後ろの青いやつガン飛ばしてるしな。あー、ちょっと因縁があったもんな、この二人。ちょっと、この二人の間の関係がちょっとよくないところ。今日は帰るわ。じゃあな。あ、夏木くんは、秋高くんとは、愛されないのかな？で、いいかな。あのバカにそんな気遣いなんて必要ねえだろ。人をバカって言っちゃいけないんだよ。言うなら、ああ、やめろ。そっから面倒になっから。言うなら、俺にしとけっていうことだろ。そろそろ日も暮れてきたし、俺たちも解散でいいじゃないか。そうですね。ご協力いただきありがとうございました。おう、気をつけて帰れよ。グッバイですなー。ああ、それじゃあ僕もこれで失礼します。ありがとうございました。さて、私たちも家に戻りましょうか。ミカドさんにも報告しなければなりませんしね。うん、そうだね。そっか、解決か。よかったね、モロクさん。捕まったことの話をしないというね。あ、ミカドお兄さん、帰ってたんだね。お帰り、ナラシンミサネさん。調べ物がある時以外は向こうにはあまりいなくないからさ。お偉い方にはハッキングのことは知れ渡ってるんですか？それはね、むしろ認知しない方が危ういし、ほぼ僕に丸投げ投げだけどさ。うわぁ、無能な上司を持ったら帝君も大変ですよね。しかしそれは自業自得ですよね。うん、そうだよ。僕以外の人に負担や迷惑をかけるなんて考えたくもないからね。実際今こうなってしまっているけど、あまり無理はしないでくださいね。そうだ、本日ハッカーだとの自ら名乗った二人組に出会いました。あの二人やな。一人がナスが嫌い、10歳くらいの子供でした。もう一人はヤタのコトラ、ココアリーで喫茶店の営んでいるようです。もう営んでいる先まで分かってしまったからな。そこが本拠地っていう可能性が高いっていう、そういう感じになってしまっとるから。今回は結構な情報があるんだね。偵察や追及をすることもなく、もうほぼ自ら名乗り説明してましたから、少し違和感を覚えますが。うん、それもそれなら特定は容易になるだろうし、すぐに上にも報告をしておこう。情報を感謝するよ。でも僕は二人にあまり首は突っ込まないようにとは言ったんだけどな。けどね、この子が突っ込んでしまうのが主人公という運命なのだよ。わかるかい、ミカド君。ナラシ君が主人公なんだ。ああ、責めてるわけじゃないんだ。これ以上、ミサヤさんに負担がかかったらと思うと胸が痛くなるからね。ナラシ君は、ナラシ君はいいというのが。心配性ですね。大丈夫ですよ。そうか。じゃあ気をつけて。はあ、やはり疲れますね。俺と一緒にいることかな？まあ、ナラシさんと長くいると疲労感は通知の倍になるんでしょうけど。いろいろ突っ込むからか。いろいろ突っ込むからか、ナラシ君に対して。あ、辛い！疲労感を倍にしていることが辛い！あの二人が話しているときに言ったあの人が気になりますね。まだ一人おるんやなって感じ。リーダーっていうのがあのノミアって人らしいけど、さらに上がいるってことかな。そういうことになります。上で彼らに命令している人がいるのでしょう。リーダーのそのさらに上ってことはボスか。ロケット団で言う榊か。思ったんだけどさ、ミサエちゃんは8年後の世界の人なんだよね。そうですね。じゃあ今の世界には8年前のミサネちゃん、ロリミサネちゃんがいるんだよね。やめて、そのロリミサネちゃんっていう言い方。なんか言っておきますが、私は小さい時にはこっからはほど遠いところに住んでいましたので会えませんよ。ああ、そうなんだ。残念そうじゃん。ちょっと見てみたい感があったんだな。あ、でも俺も見てみたいな。ミサネちゃんの小さい頃か。残念そうにしていますが、未来の私と過去の私が出会ってしまえば、それは少し危険なことになります。基本的に過去の人物や世界に干渉し、既成の事実と異なった行動へと誘導することは禁じられています。ああ、タイムスリップものによくあることやな。未来にはタイムマシンのようなものは出来上がっているのかな。そうですね、できたばかりです。その開発者が基本的に過去を大きく変えることは許されない、そう言ったんです。
特に過去の自分と対峙し干渉することは、会話を交わすだけでも未来の今の自分を否定し消滅させることになるそうです。ああ、そういうことか。これであった今のミサネちゃん、このミサネちゃんがえらいことになるってことやな。消滅、視界線が変わるそうです。いきなり目の前に未来の自分だなんて予想だにしませんから、これからの行動に 何らかの影響が出てしまうでしょう。行動が変われば未来もそれに応じて変わります。人生の分岐点というやつでしょうか。なるほど、なるほど。でもミサネちゃんは俺には未来人だってことを言って一緒に行動してるよね。大地さんはどんなことがあってもブレないと思ってそれある意味いいな、それある意味長所だなこれ未来から来たい人と会っても自分のスタイルブレないって、それはそれでいいことかと思うよ俺七七くん。ねえ、どういうこと？未来と俺を見されても知ってるの？まあ私たちの顔を合わせ行動数を共にすることは少なからずありましたから。え、俺将来警察になってるの？どんな感じ？悪魔町？それは映画のミサユギである。少し違いますがほぼそのままですよ。いい人で優しくて若干気持ち悪いレベルの発言をする人です。見た目以外は目の前の奈良氏さんと同じです。つまり俺はすでに完成されてるってことだね。まあもう少し人に優しくしすぎず通していただけた方が私的にはいいのですが。ってことは未来で会うんやな、どの道ここで会わんでも未来で会っとったんやな、この二人は。俺はゴミでクズで生きる価値のないような扱いをするのは俺自身だけだよ。自己を犠牲にしてまで人に優しくする必要なんてないのですよ。誰だって自分自身のことで精一杯なんです。あなたはあなた自身に優しくなってください。優しさが世界を救うというのならば、優しさが世界を滅ぼす核兵器ともなり得るということです。うわ、なんか深い。別さえちゃん結構深いこと言ってるよ君覚えとくわ俺も。うーん、相方迷惑ってやつかな。そうですね、今の奈良さんにはまだ難しいですかね。今日はゆっくり休んでください。その後はまた友達作りで励んでください。この行動にはどういった意味が。あとに分かりますよ。私はまた調べ物をしますから、終わった時話しかけてください。オッケー、ググル。過去への干渉は犠牲の未来の消滅。いえ、ここに来た時点で覚悟はしていたことです。私は本当に足手まといですね。しかし必ず最悪の結果は回避しなければ。このセリフからしたらミサエちゃん未来で最悪な結末があったけん、それを直そうと過去のナナシ君にのところをやってきたみたいな感じになってるやん。わあ、ドラゴンボールの人造人間編みたいな感じになってるやん。トランクスやトランクスやおいで、今日の結果なんだけど、拠点と正体がバレた上に自ら名乗ったんだ。ヨタウスタートンカチ野郎だなてめえら。よと読みにくい暴言やめて。もうキライ君にここに来るまでにも散々罵られたから、少し控えてくれると嬉しいかな。なら少し負けてゼタウスラトンカチにしといてやるよ。読みにくいって言ってんだろ野々宮君。一つしか負けてないよねそれ。てかさ、僕様のせいじゃねえし、おっさんがボロボロと喋ったんだし。確かにそれはそうかボロを出しまくったよこのおっさんである。いやいやいや、命令以外のことをやってたのは平井くんでしょ。野宮くんもそうだけど、そういうのはもう少し慎んで。命令なんか聞いてんじゃねえよ。だって僕様は一番偉いだもん偉いなら平井くんがリーダーをすればよかったんじゃ。やだ、面倒だもん。偉い人ってのは面倒なことはやんないんだよ。かもしれないな。確かにそうかもしれないな上の人こそ、上の人ほどなんか下に胸臭いことを押し付けて自分は悠々するタイプかもしれないからな平井くん、それはダメな人って言うんだよ。つうかよ、こんな面白いことできるのにやることしょぼすぎんだろ。最悪、人類滅亡できんだぜ。そうだな、それだったらさあのクマのキャラクターイラックマくんだったっけ、そっちの方が人類滅亡に近いことしてるからな人類半分潰してるんだぜあいつ。それに比べたらこの4人のグループは何なのって話やけんな。
そうだそうだ、全部ぶっ殺しちまうぜ。だからおかしいでしょって。一度あの人の言ってたこと思い出そう。ほら嫌い君、勝手な行動はなるべく慎む。ウイルスを無駄に拡散しない。人の命を奪うような行動はさせない。てらだるいだろこんなの、言うためんどくせえ。それでも決まり事は守らないと。おじさんたちにもともと警察に捕まっちゃっても文句言えない立場なんだから。俺やり足りねえんだけど、次行っていいだろ。いや絶対何かやらかすでしょ。ああ誰だこれ、4人目か。これがいいよったらもう一人ってやつか、もしかして。それでは私も同行しましょう。ああ保護者付きなんてどこのガキだよ。保護者だなんてとんでもない。ギリギリまでなら口出しせずに見ているだけですわ。野宮君もまたここに拘束されるのは嫌でしょ。そうかよ、邪魔さえしなければ何でもいいぜ。拠点はどこになった、ここになったから、あの人とは直接報告ややりとりもできるけど、それは何かやらかした場合にはすぐに咎められるってことだからね。本部なんやない、今ここにおるってことは。喫茶店はもう離れて本部に来とるってことか、これ。分かってるさ、てめえらはここであいつを聞けても取っときな。行く先不安だな。あ、こんな感じで裏側は、敵の裏側は見えた感じなんじゃ。4人目が動き出すんか、野宮くんと4人目のあの女の人が動き出すんか、今後は。今後はどんな感じになるだろうか。ああそうか、友達作りタイプか、友達作りタイプになっとんかこれ。わあ、だとしたら次誰と友達になろうかな、誰と友達になろうかな。視聴者の皆さん、誰と友達になってほしいですか。ちょうどいい機会だからコメントでちょっと募集します。いろんな人に出会ってきましたが、いろいろな人に出会ってきたね。さあ、いろんな人と友達になれるというわけですが、さあ、あなたは誰と友達になりたいですか。いや、ちゃうな、誰と友達になってほしいですか。募集します、コメントで募集します。あ、そうか、すでに友達になっとう人ともプレゼントをあげたら好感度上がってなんかイベントが起きて、そういうイベントも見えるんか。できればまだ友達になってない人がいいんやけど、こう言ったら、まあ、もう友達になっている人とのそういうイベントを見たいって人は、それもちょっと募集します、リクエスト募集します。